では続いてですね、ポエム結局どうやって学習したらいいのかという部分ですね、まあ、この部分についてご説明できればいいかなというふうに思います。まずですね、その1というふうにあるところですね、とにかくいろいろなポエムに触れてみてください。まあ、著名な詩人と作品というのは結構いろいろあるかなというふうに思います。例えば江戸川乱歩とか、まあ、名前聞いたことあるかなというふうに思うんですけども、あと詩が有名な作家といえばロバート・フロストとか、でウィリアム・ブレイクさん、であとはエミリー・ディケンソンさん、まあ、結構ね、著名な作家っていう風に知られてるかなっていう風に思います、うん、まずはですね、こういった有名どころの詩を手に取ってみてですね、うん、読んでみて自分なりに解釈をしてみる、まあ、ここから始めていただくのがいいかなという風に思います。ただ読めばいいかって言ったらそういうことではなくてですね、慣れてきた段階でこれも取り入れてください。その2ってところですね、その2の3ステップで分析っていうところがございます。まず1つ目のプロセスとしては、まずは額面通りの意味をしっかりと読み取りましょう。でここができないとこの2と3に行く以前の問題なので、しっかりと、まあ、英語学習から始める必要はあるかなというふうには思います。ただここは1ができてくると、1がこの額面通りの意味を読み取って、そして自分で気づいたこととか感じたこと、これを必ず書き出して、置くようにしましょう。でこれができたらですね、次のプロセスとしては、このポエティックデバイス、こういったものを探し出して、それが一体この詩全体にどういった効果があるのか、それともどういった役割をこの全体がある中で担っているのかというのをしっかり分析するようにしましょう。で最後ですね、ここまで持っていければベストです。で額面通りではない隠れたメッセージについて考察することですね。先ほど野沢先生のお話にもあったかなというふうに思うんですけども、これは本当に作者が伝えたかったメッセージっていうのは、そのまま詩に書いている内容そのままであるとは必ずしも限らないです、うん、はい。なのでこういった、まあ、ポエティックデバイスであったりとか小さなヒントを手がかりですね、実際作者の言いたいことっていうのは本当は何だったんだろうっていうのを自分で分析してあげるっていうのが一番大事です。じゃあここからはですね、実際野沢先生のポエム多く指導されてるかなっていうふうに思うんですけれども、はい、実際の指導例を見ていきましょう。そうですね、はい、指導例についてお話をさせていただければと思います。ステップとしてはさっき二倉先生にお話ししていただいた内容と同じようなことにはなっていくんですけども、まず本当第一に授業のフローとしては、まず毎回の授業で、まあ、一つ新しいポエムを、まずはその内容を理解していくっていうところから一緒に始めていきます。ポエムだと結構やっぱり特に古いポエムとかだと、この単語が少し難しかったりとか、今では使わない表現があったりするので、そこをクリアにしていく内容を確認する。ポエムの表面的な理解っていうのをまずはするっていうことをしています。で、それと一緒に同じステップなんですけど、ポエムの表面的な内容が分かったら、さらにポエムの奥の意味とかメッセージっていうのを理解していくっていうことを一緒に授業でディスカッションをベースにしながらしていくことが多いかなっていうふうに思います。先生からがっつり一方的に解説するよりも、なんか分かんなかった単語とかはもちろんお伝えするんですけど、ぜひねこう一緒に生徒さんにも解釈とかをこう言ってもらうように自分はしてって、やっぱりポエムの読み取り方が人それぞれなので、ちゃんとなんでそういう風に思ったかっていうのがロジカルに説明できていれば自分のね解釈も妥当だと思うので、そんな感じでやっています。でその次にポエムの先ほどもお話があった通りデバイス図、技法の方をピックアップしています。結構技法すごく便利で、技法が使われているのもこうやっぱりメッセージにお伝えるのに直接的に役に立っているっていうことが多いと思うので、デバイス図を次にピックアップしてるかなというふうに思います。今回ちょっとスクリーンショットを貼ったんですけど、repetition とか contrast とか技法がありますね。なのでそこをピックアップしてて、でそれを言葉だけをピックアップするんじゃなくて、それの効果とか、なんで筆者がこれを書いたのかとか、どういう効果があるのかっていうところを一緒に話していくっていうことをやっております。はい、なんか最初は多分デバイスを気づいたりするのとか、あとそれ以上にデバイスがメッセージにとかポエム自体にどういう影響を及ぼしているのかっていうところはちょっとピックアップするのは最初はすごく難しいと思うので、そこはまあ先生とかと一緒にやりつつっていう感じではあると思うんですけど、最終的にはこう自分でデバイスをすぐにポエムピックアップできて、そのデバイスのなんでここに登場してるのかっていうのが説明できるっていう状態に持っていけるとすごくいいかなというふうに思います。そうですね、よくなんか分析をするときに注意点としてお伝えするのが、デバイスがあるで終わっちゃうとそれは分析ではない、なのでデバイスがどう働いているのか、本文にどういう影響を与えているのかまで解説であったりとか分析ができていればいいかなというふうには思います。そうですね、はい、ありがとうございます。そうですね、
うん、実際のところちょっと野沢先生に質問なんですけども、うん、結構この渋々の入試問題でも、うん、結構がっつりこのポエティックデバイスってこういうポエティックデバイスがあるよっていうふうに書いていった方がいいんですか、ね、そうですね、うん、書いた方がいいと思いますよ、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、そうですね、そうですね、やっぱりなんかより深い理解ができている方が、まあ、当たり前ですけど評価するかからしても見え方はいいかなっていうふうには、そうですね、知識のアピールにもなると思いますし、うん、年によっては結構そのポエティックデバイスにちゃんと絶対に言及してくださいみたいな風に書いてある年もあります、うん、確か、うん、でそうですね、そこは書くのがおすすめです、はい、ありがとうございます、はい、であとは実際にそうですね、自分の志望校のエッセイやショートアンサーの書き方をコーチと一緒に実際に、まあ、プランして実際に書いてみるっていうステップに入るといいかなというふうに思います。こちらもちょっと後この後はすぐ詳しく説明しますが、その後に書いたものをさらに良くするためのポイントを見つけていくっていうフローがいいかなというふうに思います。で、披露学園さんのポエムの方だと何かご質問があるんですよね。例えば What can you say about the tone of the poem? とか、まあ、What can you say about the character in the poem? とかあると思うんですね。で、それに対しての答え方をなんとなく自分の中で決めておくといいんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、これはなんか一つの例としてなんか参考程度に思っていただければいいと思うんですけど、披露学園さんの例えば今回のトーンの質問だったら形容詞を使って、まあ、The tone can be described as bizarre and tense みたいな感じでまず自分のメインアンサーがあって、その後にメインアンサーをサポートするための根拠をエビデンスの提示をできるといいかなっていうふうに思ってます。これなんかおすすめなのが、自分的には結構その引用とかポエムの実際の文章とか実際の行を引用できるとすごく、ちゃんとこのポエムを読んでそこのポエムから直接的にちゃんとポエムから解釈をしてるんだなっていう適当な想像力を働かせたわけではないんだなっていうことがアピールできると思うので、それはおすすめかなっていうふうに思います。うん、でここの中でやっぱこう合わせてデバイスとかを追加できるとさらにいいですよねっていう感じですね。なんかあとなんかサリアリズムとか、あとはまあイメージズ、イメージリーとかっていう風に入れております。うん、そうですね、まあ、見た感じサンプルアンサーは結構難易度が高い単語が、ね、多く使われているかなと、うん、そうですね、思いますね。なのでどうですかね、結構単語力の部分も、うん、授業の中でサポートするっていうことがあるんですか。あります、そうですね、単語力もやっぱりどうしてもその簡単な単語だとどうしてもこう抽象的な単語が多いので、例えばなんかハッピーとか、サードとかだったらちょっと少しふわふわしてしまうので、なるべく的確な単語を表してあげることによって自分の答えの的確さとか深みが出ると思うんですね。なのでそういう面でこういうトーンとかこういうなんかアジェクティブ、形容詞のボキャブラリーのストックはどんどん増やしてほしいかなと思ってます。うん、確かに形容詞大事ですね。うん、そうですね。で、しぶしぶの方はこちらはまあエッセイなので、どんな感じでエッセイを書くかっていうので自分の型をこちらも作っていくといいのかなっていうふうに思います。自分はよくおすすめするのは、まずその前半3分の1ぐらいかなで、ポエムの解釈について説明をざっとします。ポエムで起こってたことがどういうことだったかっていうサマリーと、どういうメッセージがあるのかっていうところを自分の言葉で伝えてあげるといいかなと思います。で、その後にポエムのちょっと技法とかを使いながら、さらにこうポエムのメッセージに言及して、ポエムをそのデバイスがどういうふうにそのポエムのメッセージを強化しているのかっていう話をできると、まとまりがあってオーガナイズなエッセイが書けるんじゃないかなというふうに思います。はい、こちらは自分に合った形をぜひ探してほしいかなとは思うんですけど、なんか生徒さんによってはなんかその分けるよりもなんかこう合わせてエッセイ一つでデバイスも含めながらポエムの説明をしたいっていう方もいますし、それもちゃんと、ね、整理ができれば全然大丈夫だと思うんですけど、そのエッセイを実際に書くっていう練習をしていってるかなと思います。はい、以上になります。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よくわかりました。